ちょっとさ、衝撃的なこと言う。朝なのに暑い。衝撃的なことを言うと今。朝なのに鬼暑い。おはよう。マジでやばい。めっちゃ暑い。やばくない？朝なのにめっちゃくちゃ暑いんですよ。本当にやばい。だからちょっと換気してる。暑すぎてやばいの。暑すぎてやばいの。本当にやばい。ヤッホー、おはよう。吉田くん、ケン君、草刈り機さん。佐藤くん、なんこ、いいちゃん、雪メロディー、キッチン。ポコポコ、アベル、ノイノイ、シュウくん、カラさん、草刈機、アッキー、イモース、ティエさん、シュウくん、てっちゃん、森翔。何これ、ヤキみたいな名前の人。 いいちゃん、トクリン、めっちおずみ、ないないラップ、やっさん、うーちん、ダース。ゆういち、ちょっと朝なのにさ、暑いんですけど、本当にやばいかも。ちょっと本当に頭おかしいかも。朝なのに暑い、めっちゃ。ひなと、ひなっぴ、暑いの。朝なのに。だからね、ちょっと部屋の入れ替えで空気暑いの。ヒョロさん、大地、もめっち なんかインフルみたい。宮本さん、ないない、ゆういち、福さん、クリミン、ケン君、サングラスのおじさん。いや、熱とかじゃない、普通にめっちゃ元気、めちゃくちゃ元気です。普通になんかね、半身浴したけんです、多分それだわ。暖房一旦切ろうかな。暖房ちょっと一旦切るわ。何も切ってくる。ちょっと聞いてほしいよ。私も昨日めっちゃ調べまくって、掃除しながらいっぱい、なんかそう、なんて言うんだろう、募集してとか、なんか適当になんかめっちゃ調べて、ちょっと話し合おう。ちょっとめっちゃ頑張って調べた。絶対するよ。でもね、絶対もっと寒くなる。絶対寒くなる。暑い。半身浴したから。そう、勉強したの。やっと意味が分かって。一日でも早くみんながあれできるように、把握できるようにと思って。でもちょっとね、今日は、やばい、今日はもう僕の大学前ですね。仕事納めだ、私。仕事納めじゃん。仕事納めじゃないか。仕事納めじゃん。やばい、仕事納めだよ。仕事納めだよ。仕事納めだよ。みんな仕事納め申してる？仕事納め申したんかな？大体さ、28日とかからだっけ、仕事納めって。大体28日とかからだっけ？なんかそれぐらいじゃない？ 25 か27か28とか、そこら辺だよね。なんか普通のなんか一般社会っていうか、なんて言うんだろう、普通のなんか会社とかは分かんないけど。納めた？そうなの？明日？
くまあ明日とか31日までまあ人もおるけど、そこらへんよね。大体今日が仕事納めですね。そう、今日仕事納め。でもちょっと嫌でも仕事納めても配信はするので、納め実質ちょっと納めではない、納めではないお仕事、お仕事さん、今日も会える、もしかして今日も会える、今日は空花さんのね、あのあれ、空花さんの卒業コンサートもあるので、今日でお仕事の、まあ、なんてちょっとあんまりちょっとやっぱりなんていうか、うん、まあなんか僕隊もあるのでね、僕隊でなんか仕事納め、仕事お仕事納めっていうか、まあお高津的なやつはあるんかなと思います。岡山帰るん、岡山はね、うん、帰れるそうかなあんまりちょっと詳しく言いません。まあ帰ってるかはまた明日の配信を見てください。明日の配信を見たら帰ってるか帰ってないかが分かるので。そうなんですよ、やばい。あ、まさき、おはよう。ラパン、おはよう。王子もおはよう。そうそう、テンション上げって感じで今日も早起きした、早起きした、頑張って6時に起きた、頑張って。くしゃみ出そう、本当にやばい。最近もうくしゃみが止まらんのよ。昨日も20回ぐらいしたもん。出んかった、出んかった、くしゃみ出んかった。ケンタピーおはよう、ありがとう来てくれて。マツくんもおはよう、ありがとう。テロップ入れよう。でも8時か、あと1時間後にはもうメール送れるやん。おはよう。なんかさ、意外、もう私絶対9時間睡眠で12時とかに寝たら絶対9時までには起きないんですけど、早起きしてるのが違和感しかない。でも嬉しい、早起きしたら充実するよね。おはようウルト、よいしょ。クさん可愛い、ありがとう。そうやっててクさんが一番可愛いよ、ありがとう。じゃあ、あ、そっか、だからなんかなんて言うんだろうな、そっかそっか、そういうことね。はいはい。夢でさ、ももちゃん出てきた、リッセももこちゃんが夢に出てきたんですよ。でめっちゃ薄いなんか穴開きまくってる服を着てる夢を見た。しかもそれはなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、緑色の、もう本当にそれなんかもうやばくないみたいな、めっちゃ際どいお洋服を着てる夢を見たの。しかもそれ試着、試着してください、衣装みたいな、衣装ですこれがみたいな言ってて、夢の中でなんかももちゃんが着てるのを見て、なんかなんですごいなんかいろんなところが穴開きまくってて、結構まあ大事なところは隠れてるんですけど、すごいね、やばいね、あの夢を見たの。薄くて、そうやばいよね。ホタテおはよう、ありがとう。そうだからちょっと本当にちょっと頑張る YouTube になったらちょっと大変なんで頑張りますね。やばいよね、本当にびっくりした。本当に穴開きまくってんだ、いろんな部分が。そう、よかった。しかもね、地元の美容院のね人が出てきたの、夢の中に。そう、自分の地元のなんか美容院の人が出てきた。今日の夢はいっぱい食べてなかった、ご飯今日もいっぱいご飯食べてなかったですね。ケンくんハートありがとう、ケンくん大好き、ハブーありがとう、ハトおはよう、ありがとう、昨日も来てくれて。 KG603 おはよう、グッドモーニング、グッドモーニング、朝だよ。
なお、おはよう、ありがとう。うん、佐藤さん死ぬ。おはよう。ポメンさん、初見ありがとうございます。 STU482 期のリネタンことうちむりえんです。よろしくお願いします。ありがとう、ポメンさん。もしよかったらツイッターもチェックしてみてください。フォローもお願いします。そうなんです。あ、なんか今日も学校だから、え、頑張って学校。学校、え、でも学校って確かにギリギリまでなんか結構詰め込んでくる、詰め込んでくるっていうかあるよね、ギリギリまであるよね。いや、もう懐かしい、本当にこの時期は本当に冬休みの宿題が、宿題のことで常にそわそわしていたけど、社会人は社会人で結構やることはいっぱいあるんだなっていう。学生の頃はね、社会人は宿題がないからいいじゃんと思っていたけれども、いたけれどもね、やっぱりしなきゃいけないことは大量3チームであってみんな平等なんだなっていうね。え、てかさ、ちょっと落語学びたい、私落語学びたいって思った、不意に。この前、昨日、一昨日、しあさってぐらい髪の毛沸かしながら、え、なんか私落語学びたいと思ったんですけど、落語面白くない？早口だし、ゆっくり喋れるし、話上手になれるというか、落語。え、じゃあ落語学びたいんですけど、説明が下手くそじゃけん。絶対楽しい。笑点とか大好きなんですよ、私。面白くて。毎回見てる、笑点大好き。落語見たいな。おはよう、あつし、ありがとう。僕の大学、え、なっちゃんの生誕祭ですよ、今日。やばいね、なっちゃん。なっちゃんエピソードについて話そうかな。じゃあ僕の太陽公演、なっちゃんの生誕祭なんで、なっちゃんエピソードについて話しますか。落語ね、気になってるの。そう、楽しそう、見るの好きだから。そう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 。サトシおはよう。ただしさんおはよう。ヒデトもおはよう。モモニャもおはよう。モーネスキンおはよう。おはよう、ありがとう。あ、ちょっとじゃあなっちゃんとのエピソードについて話しましょう。あのね、割とね絡んでんだよ、まず。え、なんか多分私なんか全メンバーに共通するんですけど、あの割と絡んでるの。あんまり私出さないんですよ、なんて言うんだろう。話した内容とかももちろんなんか守るし、絶対になんて言うんだろう、まあなんて言うんだろう、いろいろなこととか守るけんあんまり出さんけど、写真とかも撮らなくて、だからね、あんまりね、あの絡んでなさそうに見えるんですけど、割と絡むんですけど、なっちゃんは本当にね、あの絡んでなさそうに見えて絡んでる人物の一人、その中の一人、まあ 3,4 人ぐらいいるんですけど、その中の一人で、あのね、本当にね、もう趣味が合うの、趣味が合うんですよ、趣味が合うんです。私が一方的にそう思ってるかもしれないだけかもしれないけど、趣味が合うんですよ。好きななんかものとか、なんとまあいろいろとあるんですけど、なんかもう趣味が合う、お洋服とか、お洋服とか、お洋服とか小物とか、なんかこれかわいい、え、このなんかペン欲しかったみたいな、え、私も持ってて持ってるよみたいな、え、この金箔のやつみたいな、なんかもういろいろとそんな感じで、そう、趣味が合うんですよね。事件ね、嬉しい。嬉しい、めっちゃけん嬉しいっていうのが嬉しいけど、ああそう、趣味があってとっても嬉しいの。しかもね、
あのチャートにリズちゃん、えでももともとそんな話なかったんですよ、正直正直正直ね、もともとそんな話なかったんですけど、あのリトちゃんになってから話すくなって、リトちゃんになってからもうなんて言うんだろうな、そこまで話さなかったですよ最初の頃は。なんかサラピとずっと一緒にいるから、私はなんかなんて言うんだろう、サーヤンとかかな、サーヤンとかなんかもうなんて6人おったし、なんか222でなんか結構団体になってあれだったか、あれだったのもあるし、私はまあなんて言うんだろう、隅っこで座ってたりしたので、ね、あんまり絡まなかったんですけど、でも本当にねすごいね、あのマジで優しい、面白い、あの面白いなっちゃんのお休みのツイートのファンです、私は。あとね、なっちゃんから話しかけてくれる時があるんですよ、それがとっても嬉しい、それがとっても嬉しい。しかもリーネーって、リーネーって言ってくれるんですよ、リネタンじゃなくて、まあ、リネタンともたまに言うけど、リネーって、しかも急に手にポンって触ってきたりとかするんですよ、もう可愛くて、年上なのに、もうなんかちょっとなっちゃんの方が死ぬなっちゃんの方が年上なのに死ぬ、あこれちょっとあの普通にあの悪い意味とかじゃなくて、普通にこれ本当本当じゃん、本当じゃん、これあの変な意味とかじゃなくて、なっちゃんの方が年上なのにちょっと子供っぽい一面もあったりとか、ポンって急に触ってきたりするの。この前でも私はさ、ちょっと今ちょっとアトピーでさ、肌もやばいけんさ、ちょっと申し訳ないけど触ってほしくないと思って、ふーってすぐ避けてしまったけど、あのアトピーが治ったら全然触ってくださいそう、本当にアトピーでね、冬の乾燥ちょっとやばいの、ね、今かさぶただらけなんですけど、ちょっと本当にね、あのね本当にそれ死ぬそれなー、それ死ぬのおもろすぎるおもろすぎる、めっちゃ、そうそうそう、アトピーでねあのやばいんですけど、買い替えがいっぱいできちゃってるんですけど、そうそうそう、本当に顔には何もできんから、体にはできてる、本当にそうそう、もうイラつきやけたからですけどね、うん、あの本当にね、なっちゃんのとっても可愛いチューンみたいな感じ、そうそう。この配信は、10時半、10時20分、何時からしたっけ、私10時から、10時まで、10時までする、10時までします。ふぅ、やばい、服がいい匂いする。そうなんですよ、トシ君おはよう、中島一号おはよう、ありがとう。そうなんですよ、友好関係まじ、ま、え、そうなん、そうなんで、エマちゃんおはよう、ありがとう。え、友好関係見せんのんじゃ、え、なんか、そうなんじゃ、え、でも私も友好関係そこまで見せんくない、なんならあんまり見せんくない、唯一見せるのはさあやん、高尾さやかさんと、あと原田さやかさん、あとしみさらと、あとアンピーとかじゃないかな。でもね、なっちゃんともね、わりかし絡むんですよ、写真フォルダーになっちゃんとの写真もあるの、実は言うと。だから今日公開しちゃうかな、だから今日公開しようかな。そう、この前ね、岡山、あ、清水さらちゃんです、清水さらちゃんですね、そうそうそう、清水さら、うん、話す、めっちゃもう本当にウェイって感じで、さやかりんともね話すの、リツってもうチャートリーなかったさやかりんともめっちゃ話す、ダブルさやかとめっちゃ話すんですよ、そう、ダブルさやかとめっちゃ話す。さやかりんは本当にもうなんて言うんだろうな、なんて言うの、共通することがあって、なんかすごいなんて言うんだろう、ちょっとあんまり言えないけど、なんかなんて言うんだろう、性格的に共通するものがあるから、めっちゃ話す、もうずっと大丈夫って聞き合ってる、お互いに、あのお互い、あのなんて言うんだろう、なんかどんぶらこ的な、なんかお互いなんか背負い投げみたいな感じのこともあるが、なんかお互いに肩をなんか殴り合おうじゃないかみたいな、なんかそれ分かる、なんか分かる、なんか乗っかるみたいな、肩をなんか重ね合おうぜみたいな、分かるかな、あるくない、そういう言葉、なんかお互いにさ、なんか頑張ろうぜみたいな、頑張ろうぜっていうか、なんかお互いに、あ、助け合おうか、なんか肩を殴り合うってなんなん、そう、お互いにその助け合おうねみたいな、そうそうそうそんな感じ、そうお互いにどんぶらこで死ぬ
そうなんですよ。あ、尾崎セリカさんも話しますね。尾崎セリカさんも話す。でもさ、もう本当にあやぱんとめっちゃ話すんですよ。そう、なんかね、なんていうの、きちんとのあんまり自分が殻を閉じてると思って、自分から絡みに行こうと思って、そう、あやぱんと結構なんか静かな、そうそう、あやぱんと話したりとか、あやぱんっつってね、めっちゃ話す。昨日もね、いっぱい話した。そうそう、そうなんですよ。尾崎セリカさんとも話す。そう、でもね、まあ今日はあの本当になっちゃんの生誕祭ということで、はい、もうね、とっても可愛いあの渡辺さん、なべさんですが、あの、ちょっと一つ聞いてみたいことがあって、なっちゃんはなんでなべなんだろうね。渡辺って言うけど、なんであのなべが好きなんだろう。それちょっと聞いてみたいな。娘さんそはレモン鍋が好きそう。なっちゃんはフグ鍋とかって言ってるけど、すだちとかレモン系が好きそう。まあまあまあ、それは置いといて、でも本当にね、すごいあのなっちゃんとっても元気でやってますね。はい。とっても元気で頑張ってますよ。そう、あとね、この前のね、チャートリー公演、リトちゃんの時のチャートリーの公演かな、そのシンポジのやつ、シンポジっていうか、そのなんていうの、そう、初めて、もうあれも一緒に頑張り合った、頑張り合ったって、そうそうそう、天才やからな、なべさんは天才さんチーム取締役長やから、勝手に入れたけど、そうそう、でもね、あのとってもいい人です。あとさ、顔が強いよね。あの口角、何あの口角、もう滑り台できるんかと思うぐらいさ、あのキューンみたいな、わかる、 M 字リップというか、あの口角天才すぎる。もう本当に、あ、プロン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 の唇、うん、マジでもうハムハムしたいぐらい、あのプルンプルンの唇は天才ですね。あの口角本当に、何、もう天才です。あのなっちゃんの口角ファン、あ、ゆらちゃんの口角のもう大好き。あの基本的にあの口がさ、うんみたいな、わかる、とか、なんか線が入ってる、わかる、ほうれい線とかじゃないよ、口の横にちょっとさ、わかる、笑ったらさ線ができるとか、あとなんていうの、あの M 字型、キュンみたいな、山があってキュンみたいな、チュンって上がった唇が好きで、もう本当にね、もうめちゃめちゃね、いいわ、めちゃくちゃいいわ、もう本当にめちゃくちゃいいわ、もう渡辺さん。あとね、あ、オーディションの時のねなっちゃんも好き。あの髪の毛染めてる感じ、髪の毛染めとったよな、髪の毛染めとるよな。ミシェルボーイありがとう、ヤッホー。あ、なんて言うんだろう、染めとったよな、なっちゃんもオーディションの時、M 字、アヒルっぽい M 字リップ、 M 字リップみたいな、 M 字型の口が好き。チュンチュンチュンって最後に こんな感じ、最後ここグッて上がってる感じの、ちょうどいいわ、ちょうど表しやすい、こうピンク女子チュンって上がってる感じのやつが大好き。そうそう、唇ね、本当にね、あの奪いたいですね。そのゆらちゃんの唇好きすぎて、昨日言ったもん、ゆらちゃんに、もう唇大好きって、そしたらえーって言って、もうなんかゆらはもうこれ本当にどうのこうのでって言っとって、なんか言うとるわってかって思って、でも本当にでもね、何もおねだりなんだなと思って、もう私はゆらちゃんの唇が大好きですから、奪ってやりたい、奪いたい、もう奪いたい、本当にプッと入れ替えてですね、めっちゃ好き、かわいいよね。やばい、寒いわ。いや、開けとるし、切ったけん、暖房切ったけん、寒いわ。
みんな今日何時に起きたんですか？みんな今日何時に起きたの？そんな感じ？そんな感じかな。うん、ちょっとそんな感じかも。なんかそんな感じではないな。そんな感じではない。ごめんだけどそんな感じではない。6時。しげさんおはよう。6時半。6時、7時。8時から。7時50分。え？すごっ。よう起きた。私はもう6時に起きたけど。6時半起き。6時半。いいよな、6時半って絶妙な時間帯で。30分ってめっちゃ貴重じゃない？朝の。朝の30分でめちゃめちゃ宝的にさ、貴重、ダイヤ的に本当にもうダイヤモンドぐらい貴重。今日はそうなん？こんだけ寒いのにちょっと想像つかんな。でもいいな、あったかくなるのはいいね。公園で温まってその後ね、めちゃめちゃ寒く感じるんですよ私。大汗でドッドリンかくので。でもね、昨日のね公演はねそんなに書いてなかった。昼公演は本気で踊ったのに全然書かなくて。でも私最近気づいたんですよ、汗をかかない方法。だからね今日もそれをレクチャーします。でも昨日は3公演分踊ったからさすがにちょっと我慢できずにちょっとあれしたけど、まあそれはね後で教えます。汗をこれだけ滝のようなレベルでドル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 、やばい、もう本当にもうとろつき上げそうなぐらい汗をかく、私が汗をかかなくなったって。汗をね、まあでも時期もあるんかもしれんけど。6時前に起きた。もうちょっと本当にやばい。6時前本当に言ってる？本当に天才すぎる。もう取締役長やな、天才さんちも取締役長やで。7時半天才。7時半ってもう私があの小学校の頃家から出る時間帯じゃん、集合時間かも。家の集合、家からそのなんていうの目的地、そのなんていうのこっからここまで歩いてきてねっていう目的地の時間帯。7時半。7時半かいいな。でも半って大事よな、半って大事なんよ。朝の5時半とか私もさ5時に起きる、どうしよう5時半と5時どっちにしようって悩むもん。やっぱさそうなんていうんだろう、こうなんか絶妙なラインよね。うん、そうマジ大事。半は、半って結構大事、半って結構大事。ゆういちハートありがとう。ゆういちとツーショット、イエーイ、ありがとう、大好き、ありがとう、朝からありがとう、愛情くれてラブ。え、寒っ、ガチでやばい、本当にやばい、本気やばい。指先末端冷え性なう、え、足の末端冷え性なう、ないないやけど、寒すぎる、ほんまにほんまに寒すぎる、助けて。でさ、こっちだけなんかハゲとんのない？今日なんかこっちだけハゲてる。やだ、お隙間あってる。いや、ほんとに仕事してくる、頑張って、バーイ。何殺し、ちょっとどうしようかな。でもなんかさ、なんて言うんだろう、まあ今日でね、あれだからちょっと部屋開けときたい、ちょっと。宮本さん、ありがとう、やっほー、ありがとう宮本。そう、ハンって言葉いい、ちゃんちゃんハン死ぬは、へへへへ。あ、そういうこと、あ、チャーハンってことは確かに。でもハンっていいよね、なんかハン、まあ、リネハンとかいいもん。カッポーさんにさ、リネハンとかって呼べたら嬉しかったもん。ハンって結構いいよね、丸々ハンっていいよね。なんかハン決めとかも好きだった私、ハンター逃走中とかも好きだったもん。そうそうそう、ハンいいよね、チャーハンとかも美味しいし、ハンコとかも好きだったし。なんかハンコ好きってなんちょっとおかしいけど、ハンコ、ハン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 ハ
りこちのやつを思い出した。ちょっと本当にはい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 、でもよかった昨日私公園中にはい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 って、そのさ私はいはいはいの時じゃっていつも言ってるじゃん配信で。でもちょっとよかった普通に。公演の時はね普通に忘れてましたそのこと。もし思い出したらちょっとやばいかも。リコチ、本当にリコチのこと思い出した。リコチの昨日の MC 事件、もう事件じゃないけどさ本当にさ、いやあれはエグいでしょ。いやもうでも面白すぎたもん、本当に面白い。ちょっと戸を閉める、あまりにも寒さでちょっとおかしくなっちゃいそう、おかしくなりそうなんで閉める。よいしょ、うわ風が吹いてる、天気いいな。あー、ない大学のサークルだ。私大学行ったことないから、大学行ったことないから分かんない。そうなんだ、サークルっていうのも分からん、何も分からん、サークルっていうのも分からん。でも本当にね、そうハブですよ、懐かしい。ハブさんおはよう、おはよう、おはよう、今日行きます。え本当にとっても嬉しい、めっちゃ嬉しい、待ってるね、待ってるよ、ありがとう。でも嬉しい、ありがとう、待ってね。足死にそう、やばい、もうやばい、本当にやばい、また冷え性なう。そういえば転職先生が近くの箱根駅伝から駅伝、え、なんか駅伝さ一回見たことあるよね。てかさ、なんかこの前さ高校の駅伝しなかった、女子駅伝みたいなと男子駅伝みたいなやつしなかったっけ、高校生駅伝なんとかみたいな、なんか見た気がする、なんか番組表だけだけど実際は見てないけど、なんかわかんないけど多分そんな感じ。なんかあったくない、駅伝みたいな、駅伝なんだかみたいな、気のせいかな、昨日かな、昨日じゃない一昨日かわかんない、でも最近2日前とか1日前とかにあった気がする。番組表見よって、え、なんかニュースしてないかなと思って見よったらなかった。そう駅伝ちょっと、うん、あーやばい、じゃあちょっと朝のツイートを見よう、やみなみにゃんこのツイート見ます。いやあれから見てないので、宮島水族館とかドリミネーションで、え、いいな宮島水族館、行きたいな、え、行きたい宮島水族館、え、でも水族館行きたい、宮島水族館行きたいよね、私宮島水族館行きたいんですけど、あ、ちょっとなんかタワニコの写真が
載せてあるけん思い出したけど、あれから私がタワーレコード行ってから、あとみんなタワーレコードいっぱいなでなでしてくれた。タワーレコードでりえちゃんのことをなでなでしてくれた。私の行ってくれた。タワーレコードまっちゃんおはーおはーやっほーおはよう。タワーレコード行ってくれた。いやいやもおはようありがとう。今ね眠眠やんこのツイートを見てる。タワーレコード行きなさいよ。タワレコ納めしてきて、タワレコ納めしてきて。え、ドリミネーあやばい、ドリミネーション行ってない今年。あでも来年、あ1月とかよね、来年のあれまであるっけ。よかったよかった、じゃあええわ、じゃあまだ行かんでよ、来年までライトアップだったよね。よかったよかった、ドリミネーション写真見てもラップは大手ま、大手まんじゅう、大手まんじゅういいね。昼公演でレンちゃんニコニコ嬉しい、私もニコニコだよ。僕もノルネームだ。でもレンちゃん初めて嬉しくてリンクもえ可愛い。同じく同じく死ぬ、確かに同じく死ぬ。今もう朝眠たいんかな。好きだよリネ、えありがとう。え唐突ちょっとニャニャニャンコなんですね。雪かきでお疲れニャンコだよ。お疲れニャンコ、え本当に大変。雪、あ雪降ってます、雪降ってます。そっちそっちというか、なんかなんていうの、皆さんのところ、私のところはねまだねあのカーテンを開けてはいるんですけど、遠も見たし、でもなんか晴れてた。そう雪降ってます。片付けにゃんこだよ。ケンパチョコ食べてうっとりにゃん、チョコ食べてうっとり、バレンタインやんけ。ミネタンお疲れにゃんこ、ゆっくり休みよ、ありがとう。いいね、そうすぎて、え本当にしゃべくりセブン、いいな見たい、大好き私、あしゃべくりセブン私めっちゃ大好きよ。好きな番組のやつ話したけど、この私の空間ピアノの定数卒業コンに向けてドキドキしょんぼり、あそうなのかわいい、とても寂しい。今日も胃カメラ、胃カメラやばい、胃カメラってさマジでやばいよねガチで。カメラも一生やりたくねえわ、もう本当に嫌、あれもうトラウマやもん。こんだけきついことなかった、全然麻酔効いてないし、なんか子供だけは麻酔少なめって言ってさ、なんか隣のおじさんはさなんか寝とったんよ、なんか麻酔して、麻酔もう大人だけは普通の量入れてって入れてもらって、もうなんかあの爆睡しとったんよカーって。でも私は麻酔ちょっとしか入れてもらえんでさ、なんか起きて半状態、起きた状態でやったらもう効いてなすぎて、しかも喉痛いし、麻酔喉にあのなんかこれ飲み込まないでくださいって言われて、もう子供なのにもうずっともう死にかけた、本当に一生やりたくない。これももう少ししたらぐっすりにゃんこだよ。えーみーたんの MC でツボってハマってるのを見て一緒にやってた、いやマジやばいよなあれは。ちょリコチがおもろすぎるもん、リコチがおもろすぎる。バイト終わってその部屋自身が出てきたわ、いや本当にね、バイはごめん、でも横浜楽しかったよね、最前列だったよね、しかも眠眠眠眠もう起きてるかな、グッモーニー眠眠。カリフォルニアじゃない、マンハッタンはもう朝昼の何時だ、もう夕方ぐらいかな、そんなことはないか、3時ぐらいかな、わかんないけど、お昼のウィンニャンコ、それな寒くて眠眠ニャンコ、わかる。でも眠くはないかも、俺今、俺は今眠くない、もうすでに眠眠ニャンコ。まあでも夜だったしね、この眠眠ニャンコは。リネニャンコ、リネニャンコどういうこと、リネニャンコってどういうこと。あ、ゆりちゃんおはよう、えー嬉しい、今日会えるの、え、ハッピー、ありがとう、嬉しい、とっても楽しみにしているね、嬉しい、ありがとう、絶対見つける。入浴後でポカポカにゃんこいいな、私も朝からポカポカにゃんこだったよ。今日もいつも通りにゃんにゃんにゃんこの通知が来たので安心してにゃんにゃんこ、嬉しい、忘れてないんだね、カプセルだってにゃんにゃんにゃんこ、え、すごっ。なんかカプセルホテルって本当にさ薬みたいな形しとんかな、なんかこういう、わかる、こういう形。元気にゲーム、ゲームいいな、
ゲームになる。呪術廻戦。呪術廻戦ちょっともうダメ。もう見るな。見るんじゃない。レンちゃんと同じくって。ねむ、受かるよ。ねむねむにゃんこ。ああレンちゃんファン、集合だ。今リプくれた、ありがとうクリーミン。リプ今昨日用事あって今見た、ゆういちさんで写真のもありがとう、ありがとう。すなすなあ、名前さ本当に多いんだよね。同じ花を子公園余韻にゃんこ、名前出しちゃった。公園余韻にゃんこ、わかる。えなんかてか全く同じリプ送ってる人悪くね、文章と。え、文字とさ文章がさ一緒の人おるんだけど、リプランにめっちゃおもろ。いい合わせたんかな。まだ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 にやりにやり、まだまだにやり、割と冴えてる。部屋が極寒、お疲れにゃんこ。いいね、おっさんたちと飲んでて平和公園歩いて、しかもでおちゃんこからの寝起き。楽しみ、ありがとう。レイダウンの時のリネちゃんのレスに幸せにゃんこ。本当にどうだった？ちょっとレイダウンの、レイダウンの私は どうだった？ぬむにゃん妖怪ウォッチ多分配信聞いてみかねぬむにゃん寝落ちしたらごめんなさい。いいよ、仕事終わりのぬむにゃん。わっ、かわいいワンコ。しかも癒し系のワンコや。最善幸せよいにゃんこ、今年りねちゃんと一気に仲良くなれた気がして幸せです。来年もよろしく、来年もよろしく、来年もよろしく。今日はね本当にちょっと後からちょっと話したいことがある。皆さんねむねむにゃんこね、おやすみ。猫のスマホ、え、かわいい。猫のねむねむにゃんこって聞いたら猫のスマホって、猫ちゃんがスマホ触ったら画像が送られてきて、めっちゃ怖いんやけど。配信中だけど、眠るわ、掃除頑張って、ありがとう、頑張るね、掃除。眠る眠るにゃんこじゃけど、うん、じゃけどしね、方言映ったよね。早く行こう、いいな。私も朝食べてなくて、配信始めた時はお腹空きすぎて吐きそうだったけど、全然今空いてない。これ大丈夫だよ、ツイートします。一日頑張ってゆっくりですもんね。ありがとう、おいらじゃん。なんか、生誕祭ごっけにゃんこ、ああ生誕祭ごっけー、楽しみ、あにゃん。じゃあ先生が一番上手です。ありがとう、頑張るね、嬉しい。こんばんは、明日眠りにゃんこ、明日オフだから気が済むまで寝る。寝なさい、たくさん寝なさい、もういっぱい。少し頭痛いにゃんこです。あ、大丈夫、あイブ飲みな。イブをいっぱい持ってるから、私がイブ持ってってあげるよ家に。そんな感じかな、一旦は。なべさんがツイートしてますね。なべさんがツイートしてますわ。なべさんツイートしてますわ。ということで、ちょっと一旦封印携帯は。さっきなんか私さ、さっきなんかしたしたなんか、え、何渡したっけ。あ、そう、なんか本当に、あ、でもこれはちょっとあれ明日話そう、明日話す内容だから、うん、明日の朝早い早い。なんかでも本当にね、2000ね、もうなんかでも明日話そう、明日の方が締めくくり感があるから。まだ今日だってもう夕方とかじゃないし、下を出してるから。いやもう本当にもうたくさんの人々と仲良くなれたっていう話。そう、もう言っちゃったけど、なんかもう本当にたくさんの人々と仲良くなれた気がする。明日と、ごめんなさい、もう言っちゃった今。2秒後に約束を破る。ごめんね、2秒後に約束破ったけど、
ね、本当にたくさんの人々と仲良くなれて、少しずつ成長してる気がする。なんか自分もさらけ出した部分もあるし、なんか嬉しいな。セイナちゃんおはよう、ありがとう、おはおはおはスタって、まだショーンかな、まだショールか、大好きだったおはスタ、朝絶対見とった、7時とかからだよね多分、6時半か分からんけど7時とか、めっちゃ好き。桜商店さんおはよう、桜当選商店さん、SC48 2期のリエタンこと内森です、よろしくお願いします、ありがとう。うーん冷たい、そう私イブイブ派なんです、6週に中学生、そう私イブイブがないと生きていけない、イブしか勝たん、イブしか勝たん、そうロキソニン、でもお姉ちゃんはロキソニン飲みなとかって言いながらイブを渡してくるからえ、わかんない、一緒なんかな、あれ商品一緒、あれ商品一緒、ロキソニンさ、ロキソニン飲みリネって言って、お姉ちゃんは頭痛い、お姉ちゃん頭痛い助けてってお腹痛いって言ったら、え、それはロキソニン飲みなって言って、ロキソニン飲みなって言ってイブ渡してくる一緒なんか分からんけど、え別物なあれって、だからイブの方が分かんないし、なんか分かんないな、分かんない、あ成分がそういうこと、あ名前から取っとんじゃんお薬って、まあでも確かにそういうことか、イブ、あそうイブプロ、あそうそういう意味、ロキソニン、ロキソ、あそういうことか、逆にさなんかさイブプロフェンっていう名前でさなんか天才ドラッグみたいななんか天才バキバキイエーイみたいな感じの名前だったら確かに飲まんもんね、ちょっとなんかあんまりちょっとよろしくないこと言ったんで自粛します、ごめんなさい、ちょっとこれ以上溢れませんでも逆にね名前大事よね結構、うーん、でも私イブ飲んでるわ、家にイブあるもん、家にイブある、イブ飲んでる、なんて猫の死ぬ、はぁ、あ、ずーっと近いよそういうこと、仕事行って、え、行ってらっしゃい、試験も審査頑張ってね、ジュエルロキソニン、あ、そういうことか、あでも注射打った時にさロキソニン持って、ロキソニンだっけあれ、なんかロキソニン飲んだ方がいいみたいなもらったけど、私ロキソニン結局あれだったの飲んだけど、でなんかそんな分からんかった、飲みましたけど、飲みましたけどもあんまり分かんなかった、あとカバンの中身の準備をするわ今日の公演の、もうさ本当につらい、シェーディングが割れちゃったの、もう同じこと言っちゃうけどシェーディング割れてもて、割れてもてんやが、シェーディングが寒い、本当にやばい、ちょっと鬼殺しつけようかな、ちょっと鬼殺しつけるわ、実はもうさ、なんて言うんだろう、ダニ殺しつけたらさもうなんかあのこうじゃ満足できなくなったの、やばくない、普通にチューとかこうで満足できてたのに、もうダニ殺しつけてからダニ殺しか勝たんってなって、もうこうじゃ物足りないの、体がやばい、慣れって怖くない、どうしよう、私もう今年一生でもダニ殺してくれてるからまあいいんだけど、そう
でも本当にやばい気がする、ガチで。あ、ダニ殺してくれたらけんよ、ダニ殺してくれたらけんけど、でもそう、ダニ殺しのあの火傷しそうな温度に慣れてんの皮膚が。いやもうこれ以上あってもう皮膚触れたら絶対やけどするだろうなと思うレベルの暑さなんですけど、あの暑さがもうたまんなく好きで、てかもう工事満足できない、耐えられない寒くて。でもなんかもう本当に比較的に体がもう、うん、やばいそうそうなんですよ、そうなんよね。あとね、昨日ねあれしたんよ、昨日手袋つけた、前一昨日もつけたし、一昨日もつけた手袋、イエーイ。でも足の方が冷たい今日は、指先じゃなくて。 指先ってさ手のことって言うの？でも足先っていうか、あるの整理整頓しよう、マジ汚すぎるメイクポーチの中ぐちゃぐちゃ、本当にやばい。ちょっと整理整頓するわ。指切ってないのにさ、指切った感覚があるときない？めっちゃ痛いんですけど今、これ指切ってないのに指切った感覚がする。え、もうさ中身入ってないけん捨ててもええかな。中身入ってないもんだって、割れたし昨日。ちょっと捨てます、結構寂しいけどごめんね。でももういないんだよ。詰め替え用とかあったね、詰め替え用とかないもん詰め替え用とかないもんね。あ、やばい、ちょっと寝れそう今。え、もうなんか、なんかめっちゃ好き、もうこれこれめっちゃ好き。ダメだ、でもこれで寝たら誘惑に負けてしまう。この誘惑に勝てるか勝てんかね、今後は決まるの、今後の人生が決まると言っても過言ではない。ちょっと我慢、でもここで耐えたらもう我慢できるんよ一日は。ここで耐えたら一日は我慢できるけん、まあどうにかちょっと耐えます。え、今日髪型どうしよう、ちょっとみんなにこれ言おうとした。ちょ、髪型どうしたらいい、今日髪型どうしよう。え、ちょっと、あ、聞いて、私さ今日髪型決めとんよ。今日の髪型何だと思う？今日の髪型ちょっと決めたけん、ちょっと予想してください。今日の髪型決めたんよ実は。今日の髪型さ決めたけんちょっと予想してよ。今日の髪型決めたけんちょっと予想して、予想してください。みんなが言ったらちょっとじゃあ作っていく髪型。今日の髪型予想してあ、なんかおはよう、ありがとう。今日の髪型、公園の髪型ちょっと予想してください。キュニーさんおはよう、つちりさんもおはよう、ありがとう今日の公園の髪型ポニーテール金髪だし、そんなわけないがん。てか仕事、違う、30分だけ仕事行ってくれって言くない嬉しい、ありがとう、見てくれて。いとしの、あ、くにさんおはよう、ありがとう、あんにょん。クリンプはハムハム、あ、びっくりした、なんとかツイン、なこれ何ツインかによるくない？何ツインかによってつ、どっちか違うんよ。フィッシュボーン、なんとかアップ、ハーフアップかな、編み込みでね、クマヘア。え、じゃあ今日の髪型ちょっと教えるけん、ちょっと隠してきたいかも。
あ、ちょっと待って、あ、でも隠せないか、どうしようかな、なんかないかな、なんかちょっとテープ、あ、でもいいや、じゃあ今日の髪型予想して、今日の髪型今からちょっと教えます、特別に、まあ朝配信見てくれてるからね、そう、特別に教えてあげるよ、今日の髪型、今日の髪型はね、今日の髪型はね、今日の髪型は、今日の髪型は、あの、少々お待ち、今日の髪型は、実は今日の髪型すごい初めてやるんですけど、もうこの髪型でちょっと今公園出ようと思って、どう思いますか、とても可愛くないですか、今日の髪型でこれです、私の今日の髪型、これどうかな、でも他のメンバーもやったことないんじゃないかなと思う、こうなんて言うんだろう、まあこの2021年終わるんで、これでちょっと怖いんでようかなと思ってます、今日インパクト残したいんで、やっぱ最初が大事なんで、そうですね、メデューサーですね今日これで、ね、これはそうめんみたいな、具そうめんな髪型、そうめんみたいな、クロワッサンそうめん、クロワッサンそうめんですクロワッサンそうめんです、今日の髪型はクロワッサンそうめんで出ます、じゃあこの髪型どう思う、どう思う、でそしてこの髪型で出るって言ったけど、みんなどう思う、姉ちゃん、あのこの髪型で出るって言ったけど、みんなどう思うかコメントして、コメントして、あクロワッサンそうめん、いいと思ういいと思います、いいと思います、本当にそれだけは楽しみだけど、実は今日この髪型で、もう本当に出ません、この髪型では出ませんこの髪型で出るわけないよ、この髪型では絶対出ないから大丈夫、え、どうしようかな、この髪型では出ないよ、でもさ、でこれ団子したいんよね、わかる、ハーフツインの団子的なやつ、そう、この髪型では出ないんですよ、とっても残念ですがあ、ジリボーおはよう、ありがとう、おはよう、イモ太郎おはよう、ありがとう、イモ太郎、トゥブさんおはよう、ありがとう、リックもおはよう、ありがとう、そう出ないんだよ騙された、騙された、みんな騙された、みんな騙された、ないんですよこの髪型では、どうしようかな、え、なんか髪茶色くない、今思ったけど染めてないんよね、茶色いね髪、なんか染めてないのに、なんか、え、分からん、画面越しだっけんかな、でも鏡で見たらそんな茶色くないんよ、配信で見たら結構茶色く感じる、でも染めてないんよね、ちゃんどんよ、ちゃんでんな、でも元々あれだったし、色素薄いんで、色素薄いんで、髪茶色いな、でも内目家全体的に髪茶色いんですよみんな、うん、え、それなライトの加減もある多分、そうそう、ね、茶髪、え、でも私個人的に黒が好きで、
なんか一回さ MV の時にさ、髪染めたことないけどさ、あの黒に染めろ的な感じでなって黒に染めた時期あったじゃないですか。あいつあの時ちょっとコンディションあれだったけど、あの黒が好きで私個人的に。なんか真っ黒っていうのはちょっとあれだけど、なんかノリみたいだけど、なんかグレー的な、あの茶色の一番最上階に暗いやつみたいながすごいいいなと思って。自撮りとかさ見とってさ、なんか暗いところで撮ったら髪の毛も暗く見えるんだけど、なんか暗い方が似合ってる気がする自分に。なんかもともと何て言うんだろう、ちっちゃい頃は黒と思ってたけど、普通にさあのスレッドアイロンとかやるったらさ傷んでさ茶色くなってって、小学校ぐらいからめっちゃ傷みまくってるけん、それがもう多分あれだし、ね、ちょっと茶色く見える。ハートありがとう、くさん大好きラブー、ありがとう。あーさーみーずありがとう。ね、そうなんよ。あ、ちょっとしょうくんおはよう、ありがとう。まあでも9時になったんで、でもなんかもう2時間ぐらい話す気持ち2時間ぐらい話した気持ち、うん、2時間ぐらい話した気持ち。ちょっとそういえば、あ、そうショールームイベントのためにちょっとね学んできたの少し、だからちょっとみんなもまた画像にまとめるので一旦口であれしましょう。今回のイベントは1人1日3時間なんですよ。1日3時間で、私1時間1時間をやると思ってたら、なんかなんて言うんだろう、みんなその1時間を細かいスケジュールで組んでやってるんだって初めて気づいたんですよ。そうなんかね、1時間丸ごとやればええってわけじゃなくて、1時間のそのなんて言うんだろう、タイムを分けてやってるんだなっていうことを学びまして、でなんかでもそんな詳しくないので何とも言えませんが、大体そのなんて言うんだろう、教えてもらったのがなんかそのなんて言うんだろうな、あの星投げとか星捨てとかあると思う、なんか星のこの今投げてもらってるやつのやつで、そのなんて言うんだろう、ファンの人がなんか慣れてなかったら30分とかの刻みでやった方がいいって言われて、でなんかもし慣れてる、なんか配信とかのやつに慣れてる人がいるんだったら20分とか細かいスケジュールでもいいんだけどって言ってて、で初めてそのなんて言うんだろうな、イベントやるしどっちがいいかなと思って、慣れても過去にさ、そのなんて言うの、イベントなんか協力したこととかありますか皆さん。私自身は初めてなんですけど、ありますか、なんかこの子のなんか他のなんて女の子を応援してた時はこれやったとか、同じルールでやったよとか。でもなんか前回のビスの時と同じらしいので、なんかあのビスの時よりもあれかなと思ったらビスと全く一緒だったらしくて、そうそう教えてもらいました。そうアンピーにね教えてもらう、あとねあかりんさんにもね聞きました。もうめっちゃありがたい本当にいろいろとでもやっぱりファンの人が一番知ってるからって言われたので、ファンの人教えてほしいです。やっぱねそうよねイベントねあれだもんね。いやもう本当に頑張ります、うん、でなんか
でも私もよく分かんなくて、とりあえず昨日分かった、昨日分かったのがなんかそうなんていうの、このイベントポイント、ポイントなんですけど、ポイントなんですけど、なんていうんだろうな、ポイント制なんで、ポイントでそうなんか上位3人が決まるんです。ポイントで上位3人が決まるんですよ。でとりあえず保存した写真が、あ、これこれ、なんか星満タンとか捨て星とかあると思うんですけど、なんか捨て星っていうのはその星が満タンの状態で星を集めに行くことを捨て星って言うらしいんです。で合ってるかな、多分合ってるよね。そう、星が満タンの状態で星集めに行くこと、星なんか配信を見に行くっていうことが捨て星って言うんですけど、その捨て星とかも結構大事で、捨て星以降は他のルームに行くとセットが崩れるので入らないようにしてくださいみたいな、そういうのもあってちょっと細かいので、またはい、まとめますね。分かりやすいように、分かりやすいようにまとめます。もう本当に赤ちゃんでも分かるくらいな感じでまとめます。私も本当に全く分からない、多分全く分からない人もいるので、本当にもしよかったらお願いします。またツイッターにまとめます。なるはやでなるべく早くまとめます。もう今年中とかにはね、そう、まだ期間はあるって言ってももうすぐなんで、だからちょっと練習とかもしたいので頑張るね。まとめますね。そうで、なんかね、そうなんですよ、すごいね、あれだな。でもやっぱなんかアンピーが言うには、そう、50カウントとか毎週なんか20分とか15分とかの配信が一番いいらしい、一番いいらしいです。そう、でも慣れてない人とかおるんだったら30分刻みの方がいいよって言って、なんか前のビスの時はアンナは30分でやったって教えてくれて、もう本当に優しい、本当に優しい。アンピーもなんかイベント出るのになんでそんな優しいんだと思って、そう、なんか教えてくれるのやばくない、教えてくれるのやばくない、めっちゃ優しいと思って。普通だったらさ、なんかライバルだから別に教えたくないみたいな、あるんかなと思って、めっちゃ優しい、もういっぱい教えてくれて、もう涙出そうだった、私も本当に涙出そうだと思う、ね、マジで優しい。そう、あかりんさんにも昨日連絡したら返信返ってきて、なるはやでまたまとめるからって言ってくださって、ちょっともう本当にありがたい、もう本当に感謝、もう何か細かい、とにかく細かくやるのが大事らしいので細かくやろうと思います。もう1週間なんで、そう、短いようで長いようで短いか短いようで長いだったらちょっと意味合いが変わってくるんですけど、長いようで短いので頑張りますので、もしよかったら応援よろしくお願いします、1月4日から1月10日です。来年の2022年の1月4日から1月10日なんですけど、その日は僕の太陽公演が、あ、そう、これ言いたかったんですよ。僕の太陽公演あると思うんですけど、昼夜なんですよ。で、なんて言うんだろう、僕の太陽公演だけなんで、私僕声出ないんで、スタートダッシュが、しかもイベント夕方からじゃないですか、多分僕隊終わってるんで、初日はなんて言うんだろうな、スタートダッシュ切ってできると思うので、そのスタートダッシュが大事らしい、スタートダッシュが大事らしいので、その一日も本当にお願いします。スタートダッシュがとにかく大事らしいので、本当にお願いします。もしよかったら力を貸してください。給食ですが本当にお願いします、本当にお願いします、お願いします。とね、なんかね、あ、さくぽんおはよう、ありがとう、おはよう。あとなんかあとなんかね、あれ、なんか忘れちゃったなんか落としたけど忘れてしまったごめんなさいごめん、ちょっと本当に忘れちゃったごめん、ちょっと重いですね。
そうそうそう、あのね、なんか SMS なんかみたいな、なんか認証的な、あの電話番号登録してます？ショールームに、ショールームに電話番号登録してくれてますか？なんかそれをしないと全く意味のないものになっちゃうらしくって、あ、ツイッターとかも連携してくださったら嬉しいです。そう、あと、あ、なんかそのなんていうの、設定、ちょっと待ってよ、みんなと同じ画面、今配信ショールームで一応確認してほしいのが、このなんか3つのさ、3つの分かる、この棒線みたいなやつ分かる、上の左上のオンライブの隣にある、あのそう、なんか3つの棒あると思うんだけど、それ開いて、でね、それを開いてポチッと押したら、いっぱいなんかイベントとかチャレンジとかいっぱい出てくると思うんだけど、そっからマイページ、マイページを押してもらっていいですか？そう、星を投げても全く意味のないポイントになっちゃって無効になっちゃうので、イベント参加協力するって言っても意味のないものになってしまって、すごくもうもったいないし、もうすごい頑張ってくださったのね、あれなんで。だからお願いします、アカウント設定を開いてもらって、なんか3本の棒を開いてマイページを押して、アカウント設定があると思うんですよ。そしたらあの上から2番目に電話番号の SMS 認証っていうやつあるじゃないですか。電話番号の SMS 認証っていうやつがあると思うんですけど、それがあの認証の登録が完了していますだったらあの大丈夫なんですけど、あの登録できてませんみたいな、登録とかっていうボタンがあったらちょっと登録していただきたいです。事前になるはやでお願いします。そう、登録してた？おー、よかったよかった。もうね、なんて言うんだろうな、私もなんか前なんかそれやかちゃんがビスやってた時に、あのなんて言うんだろう、ギフトちょっとずつこのいろんなネームの星とか投げたりとかして、そう、レグちゃんが SM 認証しなかったら意味ないからねと教えてくれて、あ、じゃあ SM 認証するって言って SM 認証したんよね。でけんちょっとまあ、あのその時にしとったけん、あ、しとるわってなったんですけど、もしよかったら、あのもしよかったらか、あの絶対にはいしてください、もしよかったらというか絶対にしてください、はい。絶対にしてください。そうなんですよ。あ、私のこのアカウントは普通にあの内海里音のアカウントです。ほら STU48 内海里音のアカウント、こっちでログインしてるので安心してください。このアカウント以外持ってないので大丈夫です。そう、 iPad をもともと iPhone で配信してたんで、こっちに STU のアカウント入ってます。こっちにも入れたんですけど、大丈夫。あ、そう、複数アカウントとかもダメらしくて、複数アカウントとかもダメらしいの。え、なんかファンの人もそうじゃない？ファンの人がそうなんか。よいた、登録して、登録して、よし、登録してください。そう、複数アカウント。うん。そう、なんか良くないらしいので、あの深赤とかではノーノーって感じです。お願いします。最高です。え、もうありがとう、本当に。あー、もうね、本当にね、でもね、楽しみな、なんて言うんだろうな、楽しみなんですよ、本当に。すごいなんかもう緊張するけど楽しみ。うわー、でも楽しみなんだよ、なんかすごい嬉しい。でもちょっともうなんていうの、ちょっと睡眠浅くなってる、今緊張してるもん。ちょっと睡眠浅くなってるけど、本当に頑張るな。昨日ね、夜ツイートしようと思ったんですけど、ツイートの許可が取れなかったので、また公演終わりとかに、公演終わりというかまたすぐ乗っけますね、またすぐ乗っけます。配信終わり次第すぐ乗っけます。2期だけなんであれなんですけど、ちょっとマネージャーさんに返信をしようと思う。
昔の時間制限の時のイベントは大変そう。もう時間制限なしはやばいね。時間制限なしは確かに大変やばそう、うん、確かに時間制限なしは本当にやばい。でも3時間って決まってるけどね、ちょっとあれです。練習はとりあえずもうなんか、うん、1月1日から3日があるから、であの今年中というか明日明後日ぐらいには、あの画像を作って載せようと思うので、本当になるべく早くあのレンちゃん推しさんも分かりやすく分かるように、レンちゃん推しさん以外の方も分かるようにあのまとめるので、それ以降になります。それ以降になる。31日まであるっけ2021年って。12月31日もあるよね。早くて31日とか、31なるべく本当に早く31日とか、あとうーん早くて31日もう1日ぐらいかな。1月には来年にはもう絶対できるので。ある俺がとう、あのカレンダー見てあった、カレンダー見てあった iPhone あった、よかったよかった、本当にツイートね、ツイートする。毎年あるっけ。あ、ゆう、おはよう、ありがとう。毎年あるっけ。というかさ、何月がさ31日がないんだっけ。私31日ないとかって思ってたんですよ。31日ないと思ってたんですけど、うん、なんか4月、なんかさどっかが31日なかったよね。11月だっけ。あ、でもそれだ。だからある時とない時、ある時とない時があると思ってんで、毎月今月は31日あるのかって疑いながら生活してます。であったらおーってなるし、なかったらあないんかってなるあったらあるんか、ないなかったらないんかってなる。どっちがええんみたいな感じだけど、どっちでもええんよ。241、ちょっと私のさ誕生月ない、11月31日ないの。それはいい加減にして、ちょっとそれはイラつき上げ、ピリつき上げ、指で数える方、そんなのある、そんなのある、なんかちょっとすごい、なんか江戸時代の人かなみたいな江戸時代の人かなみたいな指で数える。みんなごめん、あの充電がないのにちょっと充電するわ、ごめん、大丈夫、ごめんなさい、大丈夫、配信止まったわけじゃない、何殺し切るわ、ごめんね、よしよし、西向くと、なんだそれは、あ、いやそういうこと、に西六、西むむむむむ、西向くと、西向くと、西向くと、あ、侍、西向く侍、な、何、あ、侍、い、あ、侍、い、いって一個しかないやん、一あ、え、じゃあ3月じゃねあ、さ、侍、い、びっくりマークね、サムライ、びっくりマークで11か、イとびっくりマークで11的な
西向く侍みたいな、西侍びっくりマークで1みたいな、そういうことか。ああそういうことね。ゆうおはようありがとう。そいちらくんもおはようありがとう。最新してますし、しようと思ったら失敗しました。え、してくれたの？もう涙、朝から泣かせないでよ、本当にもう本当に、あんたったら私のこと泣かせるもん。ありがとう、本当に嬉しい、もう涙できちゃう、もう僕たい頑張れる。10度では1では、あ、糖って10、あ、そういうこと、え、糖って10じゃね。え、もうなんかさ、バカじゃけんさ、そのまま見たまんまさ、見たまんまあの取られちゃう。あ、そういうことか。え、つかやばい、服着替えんとやばい、下は着替えとんのに。下着替えとんのに上着替えてない、ちょっと着替えんとやばいな、着替えてこようかな。どうしよう、でも半袖じゃけん寒いよね。あ、今日の半袖だけ決めてくるわ。今日何着るか。今日の半袖だけ決めてくる。何着るか。え、今日何の半袖着よう。でもさ、公演終わってからじゃない？公演終わってから服着替えればいいか。着替えればいいか。公演終わってから T シャツ借りればいいし。え、どうしよう。これにするわ。よしよし、今日の T シャツ決まった。今日の T シャツ当ててよ。今日のさ、今日の私の T シャツ当てて。何の T シャツか、あの今日の私の T シャツ当てて、何の T シャツ着るか。長袖にしよう。 T シャツ1枚どっちにしよう。ふにゃーふ、白とブラックで迷ってる。悩むな。黒にしよう。え、違うよ、今日はパンダちゃんを着るよ。今日はパンダちゃんのやつを着ます。下が緑なんでパンダ着ます。よし、じゃあこれを着よう。ちょっとペタペタしよう。ペタペタ取ってくる。コロコロちゃん取ってくる。あ、ペタペタしよう。よいしょ。で、終わったら長袖を着たいので、リネさんは長袖は持ってない。うん、服がパンパン、クローゼットがパンパン。パンパンすぎてもう無理、開けた状態、どうしよう、怒られそう神様に。
一生開けたまま。え、誰かタンス力持ち、誰か力持ちちょっと来て。もう無理ガチで、後ろにやるな、重たすぎて。ペタペタしよう。おはー、おはよう。走る、いけるんですか。助けてよ、本当にガチで、リアルガチ、これはマジ。でも来たら来たで困る。来たら来たで困るんよ。え、なんでなんで来たみたいな。なんでみたいな感じになる。え、本当にガチで、もうやばい。ガチで本当にやばい。もうガチガチやばいかもしれん。ガチガチやばいかも。ガチでやばい。ガチでやばい。ガチガチガチでやばい。もうつってる。何もやばくないのに。なんでさ、今日ここだけ前髪剥げたの。昨日前髪多かったよな。昨日さ、配信見てくださ、配信とかもう公演とか配信とかもそうで見てくださった方は分かると思うけど、昨日前髪多かったよな。なんで今日この前髪ないの。薄いんじゃけど前髪今日なんで。本当にどうした、冬眠したんかな。寒すぎてもう前髪も一緒に冬眠したんかもしれん。なんでガチで、なんでなくなった。でもまたな、時間が経ったら増えてくれんよ。でも時間が経ってるかも、1日でも戻ってくる。次の日とかになったら前髪増えとるね。ここら辺、多分ここら辺とかに行ったのかな。でも後ろにあるの、ちょっといいや。公園の時に髪の毛が決まれば。オッケー。今日も公演の T シャツも決まったということで。え、それの多分冬眠したんよ。にゃむにゃむにゃんこチュンって寝たんよ多分。前髪もうこれは死にそうだ、寒すぎて。リネちゃんのおでこを守るのはもう限界ということで、バイバイって言ってシュッドローンってドローンってした。これはもうクリア。夜はこれで。でこれは持っていくとかってた。そう、でもにゃんこって言って冬眠したんよ。ねほっさなう、ほっさなう、もうちょっとわけのわからん、もういい、もう切れそう、もう怒った、もう怒った、もう過去形、もう怒ったから。でもケープも振ってないもん。それはもうそんなあれじゃわけのわからんことになるわ。もうどうでもいい、もういい、もういい、かしでも嫌。テープ振ってないもんな。マスクもつけてるし。それは水蒸気で、水蒸気ってちょっとあれじゃやばいけど、みんな水蒸気出るでしょマスクから。水蒸気でまっすぐなるわな。これ多分まっすぐ前にまっすぐなったのと前との位置おかしくなったんだ。もういい、どうぞ。よっしゃ、いい。あと30分で配信終わっちゃう。あと30分でもう2021年12月28日火曜日、16度。16度？そこまで寒くないな。わかんない、寒いわ、嘘。え、わかんない、寒い、16度って寒い、もうわかんないか。9時30分35秒今なった。37秒。
にもう思い出作れんよ。みんななんか言い残したことない？りねちゃんに、りねちゃんに言い残したことないですか？2021年12月28日火曜日9時32分31分58秒58 59 60 31分なった。言い残したことないですか？あ、分かった。ここのさ前髪がさこっちに移動してるわ、だからだ。もういい、そういうことか。もう解決しましたね。はいはい、よかった。もう冬眠してませんでした前髪は。冬眠しなかった、よかったよかった。おはよう酒井さん、おはよう、おはよう、ありがとう、来てくれて嬉しい、ありがとう。そうですよ、れんちゃんに言い残したことない？よいち、私のもやっほー、ありがとう。よいち、おはようグルト。なあ、好きよ本当に。もう嬉しい、もう嬉しい、本当にいっぱい、もういっぱい、もういっぱいちょっとイラルする前髪ハゲてるけん、ちょっと色つき上げ、もういや、ちょでもちょっとみんなのコメント癒されて、ちょっとどうにか耐えてるピリつき上げ、ほんとにもう前髪や、うぅ、いや今日はね公演がメインだから、公演の時決まればいいんです。今5度、え、部屋の中があったかいけど、でも部屋の中16度ってなかなかやね、わかんない、寒い、部屋の中16度って。もし今お部屋におって部屋の温度16だったら私と同居してるよ。好き、え、嬉しい、もう本当にもうちょいっぱいいっぱいいっぱい、私いっぱいって言うけどさ、いっぱいっていっぱいいっぱいってどう、なんか何を言いたいかもいっぱいいっぱい、もうなんて言ったら、もうそれ以上伝えたいけどっていう、なんかいっぱいいっぱい、もうって、もう最高みたいな、わかる、そういう意味。暖房入れてんの、暖房切ってるよ、暖房切ってる、ダニ殺しも切った。事件寒い、よいお年を、いや本当によいお年を、本当に。でももう会えないかもしれないから、うん、パイパイ2000円、今年もありがとう、こちらこそありがとう、幸せ、来年もよろしく2021年に言いたいことは、好きじゃあ私が代弁してあげよう、好きーですね好きー好きー、髪の毛、髪の毛おる、髪の毛おるよ、髪の毛おるよ。え、ここにこう来たらもう埋まるんよ、ここの枠は、ここの枠は埋まるんだけど、めっちゃおもろい、え、嬉しい、ありがとうありがとう、嬉しい、楽しかった、え、それなぁ、申し合わせ、楽しかったです、なんかちょっとこれ楽しいって、楽しかったですけど、楽しいですよ、楽しいって、もうこれからもよろしく。あ、タコありがとう、タコ、あ、じゃあ直樹にタコ焼きあげる、はい、食べて、ホムホム、わぁ、ありがとうそう、おめめが、え、嬉しい、ありがとう。目だけ、目だけ、目だけ、それともしかして、目だけありがとう、ジリボー、しきしきみもありがとう、ジリボー大好き、ラブ、ジリボーにしきしきみも発車ありがとう。ね、本当に俺も仕事納め、あきもさん、やっほー、あきもさんありがとう、来てくれてるし、やっほー、だから21だったあ、ぬるひめちゃん、やっほー、ありがとう、やっほー。朝さ配信来ちゃったくない、気のせいかな、なんかずっとおる感覚おる、ぬるひめちゃん、サインゲーム、え、サワヤン見てない、最近、え、本当に見てない、最近サワヤンさんの動画見てないよ、一時期さ狂ったように見てたんですよ、面白すぎて、え、でも最近全く見てない、
どうしたっていうレベルで。そう、最近私誰見とるだろう YouTube。 最近誰見たっけ。あ、最近あのゆらちゃんかな。ゆらちゃん、え、うち違ううちらの三姉妹、うちの三姉妹のゆらちゃんの個人チャンネルができて、そのゆらちゃんの動画を見ました。ゆらちゃんの動画を見ました。あとアレン様の動画見た。アレン様とゆらちゃん、ゆらちゃん、ゆらちゃんのゆら、うち、え、なにゆらちゃんだっけ、カタカナでゆらちゃんだっけ。なんか昨日おとといかメイクしながら見た気がする。うちらの三姉妹、うちの三姉妹かな、うちらの、うちら三姉妹か、うちら三姉妹のゆらちゃんの動画を見ましたね。ゆら、あ、そう、ゆら、ゆら個人っていう、そう、あとトワさんの、あとヒヨゴン、ヒヨゴンさんの動画とかもうずっと垂れ流してメイクしながら聞いてる、見てる。トワちゃんも、トワさんも見て好きですね。かな。え、サワヤン見たいな久々に、めっちゃおもろい本当に。はい、どうも皆さんこんにちは、サワヤンチャンネルでした。シャーってめっちゃ地元まで上手いんですよ、サワヤンさんが。すごくない。はい、どうも皆さんこんにちは、サワヤンチャンネルでした。シャー上手くない。上手いよね、死ぬ。あ、かわいくなっちゃった、笑いすぎて。死ぬくない、似てた。え、かわいくなった、本当に死ぬ、面白い、似てるよね。久々にやった、久々にモノマネやった、サワヤンさんの。サワヤンってラジオこうやって本当に言ってる、この声が、この声がサワヤン、え、サワヤンの声これ。はい、どーも、これさ、え、これサワヤンの声な、え、サワヤンだよ、ごめんなさい、あ、違う、サワヤンと、あ、違う、勘違いしてんだ、勘違いしてんだ。あ、それで、あの、なんか YouTuber の方に、あの、サワヤンっていう方がいて、あの、外国人の YouTuber の方なんですけど、あの、めちゃめちゃ面白いんですよ。サワヤンとサワヤンは多分勘違いしてるんだよ、ごめん、ごめんなさい、違う、これサワヤンじゃないからね、ごめんなさい、あの、YouTuber の方です。あの、本当に気にしないで。気にしないでください。あの、これは YouTuber の方なんで、気にしないでください。これ、サーヤンじゃないので。マジで、サーヤンはこんな声じゃない。サーヤンは、リネ、リネ、リネ。だから、もう、あの、本当に勘違いしないで。ごめんなさい。本当にすいません。そう。私が、やって、びっくりした、本当に。そう、そうなんです。違う、違う、おい、そういうことじゃない、勘違いするな。あー、やばいやばいやばい、ちょっとリコチのやつも。あー、違う違う、もう本当にやめて、勘違い、変な勘違い生まないで、本当に違うから。サワヤンリネリネ、サワヤンとみんなの方が間違えたんでしょ、みんなの方が間違えたんでしょ。ごめんね、でも私の滑舌が悪かったんだ、私が滑舌が悪いからそうやってみんなが勘違いしちゃったんだよね。私がもしなんかこういう話を出さなかったら勘違いされなかったって。そうだよね、勘違いせんといて、本当に本当に違うから、マジ、うん、やばいよ、うん。うん、大丈夫、めっちゃ元気、嘘、めっちゃ元気よ。めっちゃ元気、イエーイ、あげーみたいな感じ、イエーイイエーイって感じ、そうそうそう。死ぬ、おもろすぎる、いや本当に。え、でも久々にモノマネやったな、私結構あのモノマネできるんですよね。え、嬉しい、でもすごい楽しい、気合入る。そう、サワヤンさん、そう、
それじゃあもう一回あの誤解を生んだので誤解を誤解も解けたということであのもう一回モノマネします。えすぐ本当にもしなんかその一番なんかそのサワヤンチャンネルさんのあの一番モノマネに似てる大会があったら私本当に応募したいぐらい似てる。そう、そうなんですよ。じゃあ迎える。はい。違うはいがダメなんよ。はいはいから大事なんよ。はい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 これはいはいはいこれこれが大事これ。はいはいじゃないはいからダメ。はいはいはいどう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 みこんにちはサワヤンチャンネルでした。しゃ違うはいどうはいどうみこんにちはサワヤンチャンネルでした。しゃみたいな感じ。そううんちょっとやりすぎてやばいやりすぎてもう無理ですごめんなさいちょっと喉の限界が歌えなくなったら困るのでちょっとやめておきます。また明日しよう。もうの喉がさ喉が閉じちゃった気がする。でバッて美しい本当にマリオカートのそうゲーム実況大好き。マリオカートのやつめっちゃイラつき上げてるよね。めっちゃさなんかプリつき上げてまマジかよみたいな感じ。もう本当に面白くて大好き。あとドッキリあのドッキリドッツキリとかも大好きですね。ドッツキリ企画とかそう面白いマジで好き。そう本当にね元気出ますドッツキリ企画。あと外国人が日本の駄菓子を食べてみた反応みたいなあれなんか日本語ペラペラに喋れるのにわざとなんか片言でそうなんていうの話すのがめちゃくちゃ面白くて大好きでした。でも最近は本当に見てない。そうなんですよ懐かしい本当に。でも本当にいつくらいだろう今年今年の夏ぐらいかな。夏ぐらいもうずっと見てた。そう懐かしい。また見ますね。また見てみよう久々に。トク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 準備しとこ早くできない。みんなさ見てるのみんなさ割と椅子のもの椅子の動画見てるのなんていうのなんか私基本ドッキリ見ないんですよ。なんか分かっちゃうのでなんかドッキリとかドッキリ系見ないんですよ。だけどあのサワヤンさんのドッキリだけはあの面白くて唯一見る。なんかさドッキリってさなんかなんて言うんだろう同じ気持ちになっちゃうの。なんか辛いさ感じだったらさ一緒の気持ちになっちゃうんですよ。なんか辛い辛い思いをしてる人がなんかドッキリで辛いことされてる人がいたら私もなんか辛くなっちゃうしなんか騙した感覚に なりません。なんて言うんだろうななんか知ってるじゃないですか今日はこういう企画をしますって言ってるからじゃけんなんかそれで余計に私もなんか一緒の気持ちになっちゃってえ私も騙しちゃうんだみたいな感じになっちゃう。あんま見ないんですけどあちょっとなんか分かっちゃうっていうかなんかそうだからちょっとハンドクリーム塗ろう。めっちゃ乾燥してる。はいハンドクリーム塗ってあげる。ちょんちょんちょんそう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 なんですよ。やばい塗りすぎた。寝起きだけ寝起きだけだよね。あ面白いなとみたいな。でも自分されたら死ぬ本当に本当にやばい。寝起きやばいもんだって寝起きやばいもん寝起き本当にやばいよ。寝起きやばいけんガチやばいと思う。そう寒いやばい本当にやばい末端冷え性なう。今日着る T シャツはここに置いて、あとメイクポーチ、メイクポーチ。シナモンさん、シナモンさん、これ良かった買って。絶対寝起きやばいもん自分。
もうそれなもうどうしよう、なんか突撃リネちゃんの家に突撃してみた、突撃みんなの家に乱入イエーイみたいな始まりました。今日は実は内海リネさんの家に、家の前に、今日はここはストップ、もう一回、やっはー皆さんこんにちは、今日は内海リネちゃんの家の前に来てみました、イエーイ、お腹すいた、やば、お腹すいた、イエーイ。実は僕リネちゃんの、あ、指ハート作ったんだけど実は僕リネちゃんの合鍵を持っているんです。鍵持ってる、これなんか指ハートじゃなきゃ、あ、合鍵を持っているんです。この鍵で今から開けていきたいと思います。クチュクチュクチュ反応して開きました。シーッやるんですよ、私少しだけ様子を伺いましょう。ガチャ。寝てる寝てる寝てる寝てます寝てますよ。じゃちょっと一旦ゆっくり閉めて。ガチャ。じゃあもう一回開けましょう。開けますよ。せーの。ガチャ。なんか開かない。タンス、タンスで開かない。タンスが開いてますね。おはようございます。なんですか、なんですか、ちょっと待って、どういうこと。おはようございます、朝ですよ、起きてくださいね。ドッキリでした。本当ですか、ドッキリ。あ、いや、お腹すいた。どう、本当にドッキリ、ドッキリ気分味わいましたか。本当にドッキリ気分味わいましたか。でってこのこの音も、あの、なんていうの、この音はモノマネできる。てってれー、これめっちゃうまくない、てってれー、これめっちゃうまいよ、私これ一人でやるぐらいうまい、てってれーって言えるぐらいうまい。飲みかけ、あ、そうですね、そこまで考えたくなかった。飲みかけのジュース、飲みかけのジュースがあります。りねちゃんの飲みかけのジュース、これ飲んでもいいですか。飲んでもいいですか。ちょっと 手が震えますね。飲みかけのジュース、やばいやばい、ストップストップ、ちょっと板置きましょう。ちょっと 手が震えて、飲みかけと聞くと 手が震えてしまって、すぐドキドキ してきました。おお、はあ、決まってきた。いや、最高。本当に今よろしくないですね。やめてきましょう。ああ、でももうしない。もうしたいよ。もうドッキリした。靴下取ってくるわ、寒すぎる。靴下取ってくる。はい、アイドル、はぁはぁはぁ、本当に。あ、おはよう、ムチムチのブリブリ。起きるの遅いな。おはよう。
ちょっと取ってくるね、靴下。ついでにちょっとティッシュ捨てよう。ペタペタモス捨ててくる。どうしよう靴下。てかもうタンスさ、しばらく、どうする？ほんまにあかん。どうしよう。なに？どうしよう。ついでに洗濯も回しといた。ちょっとやばい。ほんまに、ほんまにタンス誰かさ奥に突っ込んでほしい。階段重たすぎて、ちょっとちょっとどうしても、いろいろ渋滞しすぎやろ。マジで本当に奥に買った、もう無理、もう私の力には負えない、手に負えない、私の手には負えないですね。じゃあ今日の、今日の靴下当てて欲しいです。今日の靴下も見えちゃったけど、一瞬今日の靴下当てて、今日何の靴下履くか、今日何の靴下履くでしょうか。2021年最後の靴下、えいちゃんは何を履く。なんだかんだ靴下私紹介したことない感じだけど、適当に当たったらちょっとすごいなって。まああと3分後には壇上読みますので、当ててください。何の靴下をあれか、でもこれはこれはもらい物、もらい物です。タンプレ、ミホリンからの、ミホリンからのタンプレ。ミスタかも、めっちゃくちゃ可愛いんですよ。もうめっちゃクレイジー、長いさ、長めのさ、私靴下めっちゃ好きで、ソックス、長めのソックスとかもめっちゃ好き、本当に。今日はそう、ミルクボーイの、そう、クマちゃんの脳みそが書いてあるミルクボーイの靴下を履きます。ミルクボーイの靴下を履きます。めっちゃ可愛いんですよ。なんか脳みそが書いてあるクマちゃんの靴下を履きます。ね、これね結構ね、あ、でかいめっちゃでかい。そうでもね、最高にね履き心地がいい。なんかヒットする、めっちゃ好き。これここが好き。もうここ、めっちゃ好き、かわいい。これ履きます。あったかいし、もしかもね、指先とかのデザインもなんかすごいいい感じ。そう、脳みそとかも大好きなの、かわいくて。よし、そう、なんぼであってもええけんな。やばい、くしゃみ出そう。いやもうほんとにやばい、めっちゃくしゃみ出る。てかもう誰か炭素ほんとに奥にやって。もうなんかもう、もう父と母がこの家に来るまでに、もうちょっとタンス開けば、もうちょっと、もう絶対もうやばい、ノーノーノー、考えるだけで NG、 もうノーノー、もう本当にノーノー、本当にやめて。ちなみにあの バラとかもバラとかも書いてありますねバラとかも、いやもうタンスさ、もう前に来てしまった服は開けただけなのに、もうなんかカメラをなんか撮っただけなのにみたいな、なんかそういうのあるけど、あ、やばい、私の貴重なリップを忘れるところだった。寒い、ガチでやばい、本当にやばい。ということでもう55分なんで壇上見たいと思います。本当にどうしよう、もう地球、王宮、地球に来てください、地球に来なさい、父と母は野菜。でででででで入り込んだ後の証で
しくむしくないこれが今日の1位書いておしまいにしよう。ありがとうございました。朝から2時間も見てくださって本当に感謝感激やめやし、今日はもう配信しないけど明日も配信するのでぜひ見てみてください。じゃあ今日も13位から読んでいきます。13位、草刈り機、草刈り機ブーってこぽパ、ありがとうありがとう。12、アッキーさん、アッキー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 、ありがとう。アッキー11、サクポン、んなんだこのポン酢、さなんだこのサクサクのポン酢、うわー、ありがとうありがとう。11、ジリボー、ジリジリボーパ、ありがとう。ジン、てっちゃん、てっちゃん今日もリニはてっちゃんのこと好き好きにゃんこじゃけど、てっちゃんはありがとう。ケイ、スーさん、むさびごめんなさい、ごめんなさい、ケイ、スーさん、むさびパ、ありがとう。死ぬ、早すぎてびっくりした。あんな早く名前が出るとは自分でも無意識です、ごめんなさい。8位3000位なぎさん、3000位なぎ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 3000位のなぎです、イエーイ、ありがとう。7位直樹、直樹はバキ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 、直樹ありがとう。6位ゆういち、ゆういち私はゆういちのこと一番好きだからね、ありがとう。5位王子、私の王子様ミッキー、キャー、ありがとう。4位ヘロミゲ、はーい、ヘロミゲハロー、今、ミシシッピマンハッタンは今何時、 What time、 ヤッホー、はーい、ハロー、 My name is リネウチミ、 I love youヘロミゲー、はーい、Your number、 ありがとう。3位ロコポコ、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 ポコ、ありがとう。2位ケンくん、ケンくんのことをずっと好きじゃけん、早く会いたいけん、ずっと待ってるけん、ありがとう。そして1位がドゥルル63です。クマじゃない、猫じゃない、クマだよ。ありがとうございました、ありがとう、ナボー、ありがとう。この後もよろしく、この後っていうか普通によろしくお願いします。芸人さん今こう剃ってきた、ですねですね公演ですね、よろしくお願いします。じゃあね、おやすみ、おやすみじゃない、ごめん、寝ないよ、ちゃんと動くから、頑張りましょう、今日も一日頑張ろうね、有意義に過ごそう、また連絡します。じゃあもしよかったらフォローもお願いします。じゃあね、バイバーイ、お疲れ様です、ありがとう、本当にたくさんのコメントギフトありがとう。ではバイビー、10時になったら切ろう、おやすみ。やばい、おいしいって言っちゃってるわ、普通に無意識に。おやすみ、ありがとう、本当に大好き、バイバイ。あ、では。